態度ね。めぐるくん、どうしたい？え、僕？やっぱりさ、なかったことにしようよ。何言ってるのよ。せっかく勝負に勝ったってのにさ。でもさ、やっぱり僕たちの力だけで解決したわけじゃないじゃない。忍の協力があったからなんとかなったわけで。確かに勝負してるって割にはいろいろとヒントを持ってきたり捜査活動を手伝ってくれたりもしたかもしれない。でもそれとこれとは別よ。忍が慎太郎くんの部屋の鍵を持ってこなかったら、僕たちが取りに行ってたら間に合わなかったかもしれないでしょ。だから引き分けで罰もなしっていうことでさ、それでいいんじゃない？何よ、なんか言いなさいよ。ああ、もう分かったわよ。なしにすればいいんでしょ。なしにすれば。ということだから、忍もこれでいいでしょ。本当相変わらずね、桃井くんは。相変わらず？前にもあった。そうやって相手が不利になるような時に。とかかばおうとすること。そんなことしたっけ。ほんとあの時と変わってない。ちょっと何無視して二人の世界に浸ってるのよ。そんなことないよ。終わりよ。それになんかその、私は昔から桃井くん知ってますって言い方がすっごく鼻につくんだけど。別にいいじゃない、本当のことなんだから。少なくともあなたよりはね。なんでそんなに気になるの。気にしてなんかないわよ。ただ私を無視するから。態度がますます怪しいわ。だから違うって言ってるでしょ。過去なんてどうでもいいんだから。みやこさん、もしかして。みやこさーん、やっと来ましたよ。僕です。ナオト様、お待ちくださいませ。私と共に行動しなくてはいけないのですよ。なんでいるのよ。わからないよ。でも校内は関係者以外入れないんでしょ。普通途中で止められるんじゃない。そんなことこっちが聞きたいわよ。あの刑事さんが一緒だからじゃない。
知らないのかしら。それで、あの人は誰？立花さんのいとこの直人さん。あら、よかったじゃない。ちょうど昔のことを知ってる人が来てくれて。今はそんなこと言ってる場合じゃないのよ。あ、そうよ、やっぱり要求通りしてもらうわ。ちょっと橘さん、あの人を何とかしなさい。